から過呼吸の暇に気に入らないことがあるよ。大暴れします。朝からはママばかりでママもうんざりです。パパがようやく起きてきました。どうしたの？だっこ？ママに抱っこしてもらいたくて寝ている様子。おピーピー見てママ。すごい。ママ、ママ、パパどうぞ、教えてくれ、お散歩。どうしようもないときは、外に出て気持ちを切り替えるようにしています。早朝のお散歩に出かけるパパ。今7時半ぐらいでめちゃくちゃ眠いです。もう圧倒的にね、ひまりがね、一番世話がかかります。特に日和とね、ひまりが喧嘩が多くなってきたので、朝からね、ああいう状態になると本当にしんどいです。泣いていたのを忘れたかのように、ご機嫌なひまりさん。パパ、あれ乗ったら？いや、パパいいや。パパ、眠たいから。いいです。朝早い。ね、早すぎる。ね、決めた。朝ごはんでも食べようか。すごいね、ひまりさんがたくさん泣いてるね。うん。あ、食べにも取り替える。あ、じゃあここで食べようか。うん。ママがね、ちょっと作ってくれたんだよ。ママがサンドイッチを包んで持たせてくれました。はい、食べる。うん。ママありがとうって。ママありがとう。そうだよ。いつもママにさ、今いつもママ困っちゃってるから、ひまちゃんがああいう風になったからね、帰ったらママごめんねって言わなあかんよ。うん。分かった。分かった。ゆっくりと話して聞かせます。なんて言うんだろう。分かった。ママに感謝しつついただきます。いつもね、こうやって感謝を起こした時はですね、環境を変えたり、散歩したり、ね、ドライブしたりするようにしてます。お菓子とか食べ物で釣りがちなんですけども、まあ、どうしようもなく時はお菓子とかでね、しょうがなく泣き止ませたりしますけど、基本的にはあんまりしないように、こういう風に時間を取れる時はね、散歩とかドライブとかするようにしています。いい思い出にもなります。なんか難しいね。うん、トヨさんがいる。この日は朝からいいお天気でした。なんでトヨさんって飛ぶかしてる？うん。早歩いて、目が早歩いて、かったらダメで、これで、だから逃げちゃう。じゃあなんでひまちゃん飛べない？いつも飛んでるじゃん。え？ナイス！おピーピー。ママ、わがまま言ってごめんねってさ、それ渡せばいいんじゃない？うん。ね。お詫びにママにお花をあげようと思います。かわいいね。ひまちゃん全部選んだの？あの、でも、お家に虫が入っちゃうから、置いとく。置いとくの？どこに置いとくの？
今来た来たよ。なんで蜂に立ち向かうの？すごいね。来たよ。なんで蜂に叩こうとした？うん。え、そうやった、戦った方が刺されるよ。びっくりした。その花で叩こうとしたの？すっごっ。負けるよ。入らないよ、大きいから。どこに入らないの？お花のとこ。だから何？なんか蜂いたら攻撃しちゃダメよ、分かった？いくよ、来た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 。全然ビビらない。なんでビビらないの？もしかしてさっきのテントウムシ？あれ、テントウムシの意志が宿ってる。恨みがあるのか。ああ、蜂に対して恨みがくる。テントウムシ？テントウムシ？テントウムシ？来た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 よ。今だ来た来た来た、おいでおいで早く。全然わかんないんだな。ママママお花5個だよ。お花5個だって。どこ行ってんの？公園。もう帰るね。また早っ。なに？あ、かわいい。何拾ってきた？かわいいじゃん。あ、かわいいじゃん。写真撮って。写真撮るの？うん。はい、チーズ。はい、オッケー。全然しましょう。ダメ。ママとさ、ひまちゃんとひよちゃんさ、お留守番しててくれたからさ、ちょっとさ、お土産買って帰ろうか。あんぷん、あんぷん。ママたちのお土産を買いがてら、お茶をしていきます。飲みたい。飲みたい。はい、食べます。はい、どうぞ。何の味する？うめえ。メロン。うん。クリームメロン。クリームメロンか。パパもちょうだい。いいよ。美味しいね。最高だね。いただきました。いただきました。いただきます。ダメよ。ん？ダメ、いっぱい飲んだ。なんで？パパ、パパ、パパ、ダメ、ダメ。じゃーん、ひまちゃん、これが食べたかった。美味しそうなドーナツも買っちゃいました。いただきます。ダメ。あ、うまっ。あ、うん。幸せなひとときでした。おピーピー。ちゃんとママにも謝ることができました。喜んでもらえてよかったです。すごい、ありがとうね。